残留争いの、札幌の方だと思うんですよね、はいはい、まあ、これは PK になってます、はい、まあ、PK のところもしっかり落ち着いて J がね、はい、キープで、逆にこれも PK の場面なんですけど、その前の、でもまあシャベリのプレーもそうなんですけど、やはり、ね、ああやって抜け出してきますね。まあ、これが2点目の決勝点になったと思うんですけどね、この名古屋のディフェンスというのは的が絞れませんでしたね、ここで、まあ、置かれているこのプレーもそうなんですけども、ジョー選手が1人時間を作ってから、札幌のチームはこう奪ってからゴールにここまで来るスピードが速いですよね。だからそういう、ね、終わってみてみるとそういうことが言えるんですけど、崩すまではできてたんですけどね、これが切れず2対1札幌が勝利を収めました。ただこの後心配だったのがジョーの体、はい、そうですね、怪我の